倉敷城は、かつて、岡山県倉敷市本町にあった、日本の城である。倉敷山城、小野城、小野家城とも呼ばれる。鶴形山の南麓にあった小丘にあったとされる、城郭であり、伝承によると、天行の藤原住友の乱の頃、政党史として採下した、小野義古が拠点として築いたとされ、以降、中世末期まで、小野市の居城となった。 小野城の名称はこれにちなむ。1335年3月21日及び3月23日、福山合戦の前哨戦といえる戦いがあり、小野城地方が木大として、小、新壁の領主と大足主家勢を、備中福山城に攻めて破れた。この時、倉敷城を拠点としていたとされる。1493年、当時の城主、小野義信が、 尾野家の氏神として、伏見稲荷神社を勘定、城山稲荷神社とした。江戸時代には、倉敷村は、大半の時代が、江戸幕府領となっており、この頃には、倉敷城は、廃城となっていた。城のあった小丘には、幕府大官の陣屋が建てられた。1746年には、倉敷陣屋が廃止され、倉敷城、陣屋のあった。 城山の南側に丘を取り込む形で、倉敷大館所が建設され、倉敷大館による一体の幕府領の支配の拠点となった。なお、元倉敷城主の小野氏は、江戸期には倉敷村の庄屋を務めた。藩世紀奉還後、廃藩地県により1868年に、倉敷大館所は、倉敷県庁となった後、1887年に、 倉敷宝石の事業所用地となり、翌年に、倉敷城、陣屋のあった城山は切り崩されて、平坦地となり、その遺構は消失した。城山稲荷神社は、孔子城町へ遷座した。現在は、道地は、倉敷アイビースクエアとなっているが、その城郭、陣屋の遺構は確認できなく、大観所の遺構も、わずかに残るのみである。なお、城山稲荷神社は、現在、 再移転され、アイビースクエア東側の土地に鎮座している。神社名も、城山稲荷を残しており、唯一の倉敷城、城山の名残となっている。また、城山稲荷には、百虎の化け物伝承がある。ありがとうございます。